かわい,いねありがとうチェックするの早いよねって <coughs> そうやでもう何ヶ月も前からチェックしとったでなんかあの髪が茶色いんですけど地毛です本当にあの染めてないですよ髪茶色いあコーチの子亜美あやちゃんかわいいよねで本間さん アイありがとうサラのお友達はあの久しぶりさに会ったらあのね髪真っピンクになってた <laughs> 髪が茶色いんだよねそれ髪でももう黒染めしたい黒染めしようかなって思ってる <laughs> 夏は茶色くなるいやなんか黒い服着てるからそういう目立つサラの友達ね 髪がねピンクになってた <laughs> こんばんはえみんな髪染めたことありますか私はピアスも髪染めも一回もないですピアスも全然空いてないですそう友達はあの夏休みに なんかさら黒黒めめししたたいいんんんでですすよよっっちゃ真っ黒にしたいんですよなんかねどのくらいのあこのこのペンぐらいかなこれぐらいほらちょっとさ結構色違うじゃんこの黒いペンと比べたら全然さ髪の方が茶色いじゃんそれがちょっとあれで、ね、黒にしたい染めるなら黒 <laughs> あ黒以外だったらあいや,いやないですね黒。 黒に染めようと思うよ。真っ黒にしたい、なんか日本人形みたいな黒にしたい。白髪染めかもってよ。白髪染め。今日何食べた。今日はアルフォート食べました。 普通のご飯だったらうん普通のご飯だったらえなんだろう何で食べた 食べただろう分かんないよ思い出せんその食事アルフォートは耐えたことは定かなんですけど日本人形みたいになりたくてあの染めたいです髪を黒に染めたいですセラマンマラン 髪型も日本人形なんかね前髪がめっちゃ分厚い日本人形こんな感じあのね目がちょっと死んでる日本人形は こんな感じんなんじゃないのねこんなんか怖い <laughs> こんばんはホスターさんバラありがとうちゅちゅチュ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  そう日本人形キャラ新キャラですそうです地獄少女って何ですかハータありがとうホスターさんなんかさフェアリーズのさ伊藤桃子ちゃんみたいな 可愛くないめっちゃフェアリーじゃないスーパーガールズわかんない忘れちゃったけどあのちょっとなんか最近み見,見つけて最近っていうか前からしてたけどあの今日ぐらいからめっちゃ好きになった伊藤桃子ちゃん可愛い,いあと朝川りなちゃんスーパーガールズかなも可愛いあと とね、大森真帆さん、ね、の動画をね最近ずっと見てるんですよ大森真帆さんに憧れてるんですなんかめっちゃ可愛いじゃないですかで歌唱力とか大森さんがもし次出たりしたらサラがそれで決勝行けたら 会えるか思って思って思ってちょっとワクワクした大森真帆さんに会いたい大森真帆さんに会いたい大森真帆さんに会いたいですもうめっちゃ可愛くていっぱい写真集めてるんですよ 本当にかわいすぎてどんどん推しが増えていくそうモチベですねぴょうさんに会いたいうん <laughs> <laughs> ユイディさんも,もちろんもちろん大好きですもちろん大好きですよ大森まほさんにねツイッターフォローしてもらってるのいいでしょ今日何食べた今日はアルフォート食べました そう写真集めるくらい好きなんですああアルファートだけじゃないよ絶対違う絶対違うあオムレツオムレツオムライスじゃないなんかなんか野菜ばっかり入ってるやつお米が入ってない マハビアンのアニ動画えっ分かんないですでもなんかテレビであの大黒摩季さんと写に撮ったっておっしゃっててすごいって思ったラララ最近どないって 最近どないうん最近はなんかそんなにハプニングとかはツアーに出れなかったことぐらいですかねハプニングハプニングっていうかショッキングなショッキングな運で運が悪かったこととかはそれぐらいそんなに何もあれやなこんばんはそうサあヤン がねリップしてくれたんですけどサーヤンとなんか呼び捨てで呼び合おうっていう話をしたんですあのー、なんだっけヤンマガの撮影の時それで頑張って言おうって思うけどまなんか忘れちゃうよね次のツアーは東京うんと8月のえっ、ー、と 27日に私の大好きな渋谷でやりますやったー渋谷でさなんかお泊りできそうだからとか言っていいのかわかんないけどあのお泊りさまあでもそえっと7時開演とかだよねだからまた有浦皿でパーティーしたいなって思ってます なんかねツアーとかのあとに泊まってコンビニでご飯買ってみんなで食べるのもめっちゃ楽しくてやばいかもそういう時間はあの大切にしようあのね「走馬灯」の中に入りそうだった。 ツアーももちろん楽しいよ目的それてないよ <laughs> パーティーのために渋谷行くんじゃないって渋谷で待ち合わせ渋谷で5時走馬灯に入りそうなシーンを日々選んでるんですよさらの走馬灯ランキング上位は うーん相馬党ランキング上位はなんだろううーんえっいっぱいあるけどまあでもファイナリストライブのねはの一日はもう相馬党ランキング上位渋谷で5時。 ソマトランキングにね入りそう次の渋谷とか大阪とか相馬灯ランキング相馬灯ランキング堂々の1位はうんなんだろううん留学入ってるのか留学は、うん、と入ってない入ってないです <laughs> stu のやつばっかりですよ留学はあのね留学から帰ってきた日に泊まったホテルだけ入ってるよ留学はねえ冤,冤罪ばっかだったからねそんな死ぬ前に怖い思いしたくないです あとね総和党ランキングの上位に食い込まれそうなのはえー、っとあそうああ,あ待って総和党ランキング発表しよう <laughs> もう何言ってんだか総和党ランキングはまずは舞浜まあねランキング何個あってもいいから舞浜でしょあの純不動のやつですね10位までは同率なんでね全部11位ということで 前は,ずは前浜でしょでもうホテルとかも全部セットあのリハーサルとか前前泊前泊とかもセットでまずは前浜2つ目はあのね二つ目は,あの、ね、二つ目はえー、っと歌唱力の日歌唱力の日もう全部セットホテルとかも本番も全部セットでしょで3つ目がえー、っとえー、っとえー、っと,、えー、っとだろあ カウントダウン t v の収録の1日前にあのリネタンと一緒にホテルを飛び出してあのミニストップを探すたびに片道2時間かけたんですけどそれですねあの夜に飛び出して2時間かけてミニストップ探しに行ったことでしょうこれ3つ目え四4つ目がうーんあ四4つ目は と5周年コース後でのグリーンサートの5つ目がえーっと5つ目はえーっとえーっとうーんえなんか写真とか見返さないと何があったかさ忘れちゃうんだけど5つ目が。 ファイナリストライブは言ったっけでしょで六つ目が六つ目何六つ目六つ目は <laughs> えっとうん六つ目はあファイナリストライブのあの練習で練習でなんか初めてユイディさんとかを生でみみ生で見てるじゃないなんかユイディさんとかと 会っってて練習しししたたりして楽しかった7つ目はあ7つ目はあのバババンビのあかねさんが好きだったんですけど前からそれであえてなんかストーリーに載せてくれましためっちゃ優しくしてくれてめっちゃ嬉しかっためっちゃ興奮したその日はでその日にパーティーもしたの兄ちゃんとイケとそれでしょ8つ,8つ目は8つ目は あまあ、これもまた見た系なんですけどあのみちょぱさんとかニコルさんとか生で見たりあと誰がいたっけえ大倉志門さんとか学校のリーダーズさんとかあのちゃんとかも見れたんですよ裏であの生で見れてめっちゃ感動したえっと8個目が超重0代でしょ <laughs> 9個目はなんだろううんんだろうな うんなんだろうなんだろう9個目はえっとねうーんえっとねいやもうなんかちょっと写真見たくなってきたえっとねなんだろうあでもレコーディングとかめっちゃ好きなんです東京であるレコーディングとかで。 あここは乃木坂さんがいた場所じゃんみたいなメイキングでここ見たことあるよみたいなそ9個目いろんなあれ10個目はうーんとねえ,えなんだろうさや姉さん <laughs> さや姉さんとこれは鳥ですよさや姉さんとどうで会えたことです 走馬灯ランキングトップ10の発表でした。これですよ。さらの走馬灯は sta 以外の記憶はゼロですね。さらの走馬灯はこれです。私の走馬灯を彩ってくれました。この4年間は走馬灯を作り上げてくれましたね。mv ロケ地とか行くのえめっちゃ好きなめっちゃ好きな感じです。めっちゃ好き！あの？ のを作り上げてくれたた素晴らしい4年間にに出会えたことに拍手なんかねあのねやっぱキラキラしてるんですよなんかフィルターがかかってるんです全部 STU でやること行くとこ場所自分のプライベートの旅行ではあのもうそこに行ったことある場所とかだったりするけど STU でメンバーと行くとその場所はなんか輝,き輝いてるんですときめいてて。 すごいフィルターがかかっててキラキラして見えていや夢の中の映像みたいな全部なんかふわふわしててなんかふわふわしててあのワクワクしててギラギラしててもうすごいすごいです STU で見る景色は全部が嘘みたいな感じの景色でときめいていてなんかふわふわと宙に浮いていました <laughs> こんばんは 来週にはまた変わってるよ <laughs> まあこれはでもうん、うん、まあもっと増えてる可能性はあるけど今言ったのが除外天から除外されるってことはないよそう1位から除外されるってことはないよでも、うん、入れていいとしたらあのね それ以外を入れるとしたらプライベートだとプライベートだとあのねえっ、ー、となんだろうえでもあの俗に言うあのパンケーキ図ですよパンケーキ図で遊んだのはめっちゃ楽しかったよパンケーキ食べた後に焼き肉行っためっちゃ楽しかったまあプライベートっていうか普通にそれもメンバーとのやつですけどなんですけどね めっちゃ楽しかった楽しいこといっぱいあるあったよそういえばあでもジャズとかもめっちゃ楽しかったですなんかジャズ楽しかったいいでしょえー、もう全部楽しかったなんかもう泣きそう <laughs> もうたの全部楽しすぎてもう感動してなめだもう出ません <laughs> 涙も感動しすぎて涙も出まいジャズ楽しかったしえまたやりたいご受験に合格したあの STU ですか合格した時のことはえー、っとなんか楽しい楽しいなんか懐かしいとは思うけどめっちゃ楽しい日だったかっていうとなんか楽しい楽しいことはいと あれだったそんんななになかったんですよそんな誰とも話してなかったし推しだったアンピーはなんか違う子に取られたし <laughs> なんかアンピーがめっちゃ推しだったんですけどあの前村ちゃんって言ったじゃないですか。 辞退しちゃったんですけど、その前村ちゃんに取られたんですよ。アンピーをだからちょっと結構嫉妬心も燃やしててで、それはあんまり誰とも喋ることもできなくてで、なんかサラピーとかのな机の島があったんですけど、そのサラピとかがいた島。島島になんかえおいでよみたいなサラピが結構いろんな子を誘ってたんですよ。で、さこちゃんとかもサラビがなんか隣に座って。 なんか手を触ってあげてたりしててみんな優しくしてもらってたんですけどなんかサロは輪に入れなくてもうぼっちかけてみたいな感じだったんですよあのオーディション初日早々だからなんか誰にも話しかけてもらえないし島に一人でいてうんって感じしかもスマホの引き使用禁止だったに ちちょこちょここスマホを見て「えっ矢作さんやめるの?」みたいなのその日に知ったりして一人でず,ずっと過ごしてて楽しいっていう感じじゃなかったんですよなんか「ぼっち確定したわ今後の未来は」って思ってたそのサラピとかもそのサラピの島がめっちゃ多分いっぱい喋ってたんでしょう、まあ、面倒見が良かったしサラピはだけどサラはなんかその机の島が違ったから話せなくて。 あ,あ終わったわっっっったたてて思よ、ね、友達いないなって思ったでなねでんかリネタンとアンピーはなんかそこで仲良さそうに同じ島だったんだけど仲良さそうに話しててその2人がなんか「あのえ今からタピオカあタピタピ戦?」みたいな「タピロー今からタピんない?」みたいなリネタンがアンピーにしゃべりかけててもう JK みたいな輪ができてるしその時なんかもうサらも。 田舎キッズみたいな感じでそ,そういうノリじゃないし全然「タピらない」みたいなノリに入っていけるような感じじゃないし「旅る」みたいな感じだったから全然誰にも誰ともああの話ができないと思って。そそそうそうそれで あどうしようと思ったしなんかも,もちゃんを結構狙ってたんです仲良くなりたいと思ってたけど桃ももちゃんはもう写真撮るだけで長蛇の列だったしあ絶対人気じゃんって思って無理じゃんって思ったしアンピーはりネちゃんとか姫めやちゃんとかといたしもう誰もいないじゃんって思った。で帰りにゆりゃに年下だと思って。 え、何歳?」って聞いたら「あ、公認」みたいな、公認」みたいに言われてその時中2だったから「あどうしよう」って思って「もう絶対何にこい言っちゃって思われたじゃん」って思ってもうなんか「終わったわ」って思ったもういろんな人の第一印象最悪じゃんとか思っちゃってそう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 狙ってるとかえめっちゃ狙ってたよいろんな人のこと狙ってましたで。 おーって感じ友達はできずにあのっって思ったよねでもなんか池がライン交換しようって言ってくれて交換はした交換できたけど池も島が違ったからしゃべれなかったしうみ,んなみんなと話せなかったその話しかけてくれないというか島が一人だけポツンみたいな感じだっただからね そんな,なん話しかけてくれた人はいないいです <laughs> いなくてでなんか初めの方のレッスンとかでもはももちゃんといたんですけどももちゃんと仲良くなりましたそれででももうなんかずっとあの緊張しててマック一緒に行ったりしたんですけどなんかどこまでふざけていいかも分かんないしそんなにおふざけじゃなかったんですよその子。でなんかどういうノリを言っていいか分かんないし。 なんかどううしようみたいな多分ももちゃんは普通だったんだけどサラはずっと緊張して,てもうなんか可愛い子しかいなくてもうずっとレッスンとかもう、ね、バックバック緊張バックバックでダンスの先生とかただでさえダンス覚えるか不安で緊張するのに可愛い,い子が追い打ちをかけてきて可愛い,い子がいたからなんか追い打ちをかけるようにサラを緊張させてきましたみんなが。いけないですみんな悪いです。 そうそう CD 一番前買ってマックイベに届くかっていうところなのにそらもう無料でマックイベとかしちゃってもう残悔残悔の気持ちでしたそう「清水おじさん時代いや今もう脱却はしてないです正直」と愛かわい声で出来てきたおじさん目線うんめっちゃおじさん目線もうねやばいと思った可愛いいって思った 可愛くて可愛くてあのえなんかねなんか超10代の時にあの若者が集まるイベントなんですけど自分が小学生ぐらいから見てきた自分の青春を彩ってくれた TikToker の子はそのインフルエンサーで有名な子とかが楽屋が隣だったんですよその子が。でなんかそのの子結構あの 明るい子で楽屋とかでも「キャー!」みたいな子で隣だったからちょっと耳澄ませてました「えー、そのあの子の声聞こえる?」とか思って都心めっちゃ近いんですけど「でね、えっナイフちゃんの声聞こえるじゃん」みたいな「やばい」って思って「やばいよね楽屋で耳澄ませてたんだよそれやばくないですしかもなんか、うん、なんか挨拶したりしましたあのゆうちゃみさんに「あのお疲れ様です」って言ってみた。 <laughs> やばいよね言いましたじない言ってみたとかいうその何反省心 <laughs> ゆうちゃみさんに言ってみたんですよでももう優しかったよそうもう言ってみた長寿でナビがそれの1個前のやつだったんですよねそのそうそれそう言ってみたりなんか意味もないのに徘徊して。 人に会うのを期待して徘徊したりした <laughs> そしたらあ会えたいろんな人を見た香りは嗅いでないかなあの多分緊張とかで嗅覚とかは死んでるから香りは嗅いでないけどなんか挨拶とかいろんな人にしてみたしてみたりしたっていう感じそういう感じあとはね何などういう話があるかでも なんかあなんかゆいりーさんが「そゆいりーさんのこと大好きです」みたいで言ってそ,うそれでファイナリストライブ更衣室とか一緒なんですけどなん更衣室でそれでとも一緒になってなんかサラが大好きですとか言ってたからなんか申し訳なくなったなんかいや絶対好きとか言サラが言ってしまってるからちょっと気まずいって思われてないかなとか思っちゃった。 アイドルでよかった、ね、違ったたね違ら危ない人にってそうアイドルでよかったよよかったこんばんはいやがんみやだってだからがんみとかないんですよそんながんみとかしてないそんなのはありえないですけどえなんかそれでそのその時じゃないや それとはまた別ですけど、話が変わるんですけど、ファイナリストライブの時になんか？あのチャックが引っかかって布を挟んじゃって壊れたんです。破れてそれでなんか応急処置で直してもらって焦りました。あの、そういうあれがありました。 うん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 であのそう安全日いや縫ってもらったんですよめっちゃ縫ってもらってあ,あとなんかおたかつではないけどおたかつその人と会ったっていうのではないけどなんかヘアメイクさんとかであー私誰々のことやったよみたいなサラが好きな芸能人とかのことをやったことあるよみたいな人と出会うことはめっちゃよくあってそれでなんか。 そういういのをよく聞きました東京とか行った時には「えー、誰々私誰々が好きなんです」みたいに言って「えっ何々さんって誰々のことやったこととかあったりしますか?」みたいな言ったら「え昨日やったよ」とかもったまに言われることがあるんですよ「あ昨日愛知でやってきた」みたいな。とかそういうあ「昨日やってきたよ」とか「えー、みたいな「昨日!」みたいなじゃあもうその手でその「昨日の今日の手じゃん」みたいな「やばい!」って思って。 えっ待ってくださいみたいなじゃあこのなんかせい生感スプレーえっ何制感スプレーじゃないえ何あのなんちゃらスプレー髪につける頭髪スプレーえっ分かんない分かんないな固めるスプレーがあってえじゃあこのスプレーとかそう何にちゃん触ってたってことですかみたいなたら「おうそに何ちゃん昨日それめっちゃつけてたよ」みたいな「マジ?」と思ってめっちゃねめっちゃつけたよねそう。 ちゃんと手を洗ってるからもう手洗わなくてよかったんだけどそうそうスタイリストさんそんな感じそうそう飛びがってるんだよケープ出てケープ知ってんのさケープ知らないって思ってさその正式名称で言ったんだけどみんな知ってらんだ <laughs> よかった <laughs> ダメですあなただったらダメですね 好きなな芸能人が行っっててた店に行って同じ席にする、ね、なんかそのねあれは人生まで一回もしたことないけど調べたことはあるよあの本田選手のカンボジアのレストランとか <laughs> 行ってたそういうちょっと行けないけど調べたりしたえケキープ知ってるの何でみんなキープ知ってるの女がいるってことみんな普通には知らないでしょ女ずてでしょ みんな女がいいるるるんんだね普通に男でも使使ううからら嘘使うのの <laughs> ケープく知知っっってえ知っててわえみんな絶対ケープって言ってもさケープじゃなくてキープだよとか英単語の方だと思われるって思ったから「なんちゃらスプレー」って言おうとしたら「青函スプレー」って言っちゃったみんな女がいるってこと本もさ愛さありがとう。 ケープ知ってるのそうそのケープをケープをね使いました <laughs> 普通に店で売ってるかお店とか行かないでしょうみんな <laughs> ケープケープとか知ってたの いや違うそれ違うよファンの人がとかじゃなくて男の人は全員知らないって思ってたケープっていうものを知らないんだろうなって思ってた高校生とかもえだから例えば、まあ、ケープが会話に出てきたことないけどあのお母さんとかでも多分知らないだろうなってそれは思ってるからもしこのケープの話をしたかったとしても多分ケープって言わないと思う絶対知らないだろうなって思う いやだなんか 10, 10代20代の女だけ知ってるって思ってたのこんばんはなんかさみんな結構意外とさあの服屋さんとかに詳しくない例えば「この服かわいいでしょ」みたいなったら「それエブリン」みたいな「サラでも去年ぐらいまで知らなかったよ」みたいな服屋さんの名前みんな知ってるのえそれってアンクルージュみたいな。 でもみんなめっちゃ詳しいじゃんと思ってチャラより女子力高いよ逆になんで知らないって思ってんだろうえー、なんで知らないなんでなんだろうねではでもなんかね自分だけが知ってるって思ってるものって大体みんな知ってるよねそれすごいそのシーンに出くわすんだよね生きてて自分だけが知ってるでしょこれって思ったもって大体世界中の日本中の人がて シーンとかも知ってるんでしょ嘘だ絶対シェインって読むでしょシーンのこと。みんなシーンとかさ、知って、知ってるのシェインって読んでるんじゃないのシェインって言うでしょみんな。シェインって言ってるでしょみんな。ティーにかん、ティーン関連に詳しく。そう、みんなもうティーン関連に悔しいんじゃない詳しいでしょ エモだとととかかかダズリンスナイデルめっちゃ詳しいじゃんめっちゃ詳しいじゃんやばいやばいやばいそれはやばいよあの本当に詳しいよやばいあサンリオのキャラもうみんな詳しいでしょ絶対 みんなでもさ普通のさあの40代ぐらいの人とか30代ぐらいの人だったらさ50代ぐらいとかだったらさあの60代ぐらいとか70代ぐらいとかさ20代ぐらいの人だの男の人だったらさ絶対みんなシラモンとマイメロの違い分かってなくないキティちゃんとシラモンの違いも分かってないしチーカーはもうサンリオって思ってるでしょみんなは詳しい。 メイクも詳しくなってきた嘘そう,なのもうそろそろ負けそうメイクとかあんまりしてないからえそうみんなすごいよね知識豊富で若々しい本当にみんな若いサンリオあったかチューとーかわいいサンリオサラが好きなのはえっとクロみちゃんが好きですあのクロみちゃんって知ってますかマイメロのなんか悪悪いいやつ悪い マイメロのキャラクターなんか敵キャラみたいななやつなんかね黒くて明らかに悪そうなやつめっちゃチャラいやつクロみちゃん好きなんですもはやコンシーラー使ってるみんなメイクしだしたのいいじゃんいいじゃんめっちゃいいじゃんあのみんなメイクしたらいいとクロミみちゃん知ってるそれ好きです 強風オールバックの次の曲は寝起きヤシの木えさあその曲知らないやもう負けましたね完全に完全に負けました何ですか強風ヤシの木ってえ強風ヤシの木何寝起きヤシの木知らない知らない何それ <laughs> ってことおバンチュウウサギも知ってるのおバンチュウウサギ知ってるんだ。 マイメロなんだけどマイメロそうマイメロかわいい「黒みくらい」って書いてあるえー、みんなそんな常識レベルなんですかれはギリ知ってるかなっていうレベルかなって思ったけどそんな常識なんですか「くらい」って言われるぐらいそう黒みちゃん好きなので黒みちゃんグッズを待ってるよみんな <laughs> あそう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 アップルワインさんのやつあの もし知らない方がいたらお見知りおきをアップルワインさんのやつですね他のメンバー経営の情報や知識がそうだねみんな詳しいおパンチウサギくらいいやおパンチウサギはなんかさ そう絶対さ名前に「おパンチ」とか入ってたらさ「いやこれならメンバーに合法で言えるぞ」って言ってさ1回見るだけでどうりに焼き付くけどさ「黒み」とかは名前にさなんかセクシーさがないから覚えれないんじゃないもさら <laughs> の予想です SNS でいろいろ知れるってまあそうだね SNS がいろいろあるから、ね <laughs> どういう意味だからなんか名前がセクシーじゃないじゃん黒身ってだから覚えられなさそう <laughs> こんばんはパンチウサギってめっちゃ可愛いよねなんか何がさどこがおパンチなんですかあれは 全部アイドルで無駄じゃないみんながお店に入ってみんながお店に入って買ってもいいんだよサンリオくじとかもしてもいいしあの自分でコーディネートするキティちゃんのぬいぐるみラメとか自分でデコをつけれるやつとかもみんなも買っていいしみんなもあの行動あの縛られずに。 いいんだよみんな何歳でも入っていいんですよだからみんなも是非サンリオにハマりましょう「おパンチュおパパおパパパンチュウサきっていう歌知ってるこれはみんな知らないでしょこれまでついてきてたらもうみんなはどこまでも知っています そうそうそうそそそううう人気投票とかもあるんですよ多様性の時代だよねえそうあの中多様性だよみんなゲロ中っていう歌知らないでしょみんな <laughs> みんなゲロ中っていう歌知ってるゲケケロゲケケロゲロ中っていう歌知らないでしょみんなみんな知ってる <laughs> みんな知ってるの そのスチュウエンとその歌を一緒におーバンチウサギの歌おーバンチウサギの歌でも歌を歌うイベントがないじゃん聞いたことあるティック,ィックトックとかみんな見てますかくらい知ってるわみんな知ってるの パパ、ウィおは踊れるって書いてある <laughs>。 つけて

なんだろうな TikTok ではやってるのさ「そのうちじゃなくて今すぐがいいの」みたいなみんな踊れるそのうちじゃなくてマスクサラは踊れないジャンボリジャンボリミッキージャンボリブン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 は中くない えなんだろうわちよくない大人ブルー、うん、サルは踊れないマツケンサンバはいけマツケンサンバは踊れねえな踊れねえですよサルはえー、何が踊れるかなえな、ー、んだろう うん踊れる歌ってあんまりなくないこうそう考えると踊れる歌って少ないねうんでもみんなさ息をする心のさこれをできるんじゃないこのこうやって弾くところ。じ ここだけみんな踊れるでしょ STU のファンの方はもしかして踊れないのあとサラピが待ってるところ「そんな意識は捨てたい」って回るところサラ,サラピの髪よく映るところあれとかもみんないけるでしょ 俺ららったらコンテンテポラリーなしきゃみんなできるよこうやってこうやってみんなはできるよ頑張ってくださいよみんなもやればできるという高岸さんマインドでいきましょう踊れないかえでも <laughs> ゲロチューは踊れるんだみんな <laughs> きここは踊れないけどゲルチは踊れるんでしょうみんな恋愛レボリューションえ踊れない空えっ何がモンスターんだったらパラ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 パパみたいなやつが踊れるうんダンスレッスンいいね来年のスペイウェダンスレッスンとかどうですか課題曲は <laughs> 課題曲はえっ、ー、とこういう感じで結構緩めなんで「こんばんは」「あの瀬戸内の声レクチャーレクチャーイベント」「フォーチュクッキー」さら踊れない踊れないんですよ。 そう振付け課題曲「瀬戸内の声 <laughs>」ちょっとなめすぎみんなもっとできるみんな何くらいはできるかなえー、瀬戸内の声は絶対いけるんだよねうーんうーんう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 ん いやあいいねそうするわゲロチューにするあの生で見てきたんで生で生ゲロチュー見たんですよ <laughs> なのでそれをみんなにレクチャーしたいと思います <laughs> ファンクラブイベントでその曲とえっとねなんだろう,うん <laughs> えっとうん 暗闇とかみんなでさあみんなでさあしゃがんだところからこうやって起き上がる「泣き言を誰に?」って全員で落ちていく <laughs> 暗闇がいいじゃんん <laughs> 暗闇がよくないですか 膝が痛くてりそう多分誰か本当に落ちると思う。出来事ってただしゃぐむ振りだけどストーンって誰かわしゃ肘が肘じゃないわしゃ膝が痛えって誰かボト,ボト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 ってでもそれもちょっと演出っぽく見えるじゃんあのみんなと被らないように勢いつけて落ちましたって言えば釈明の余地がある <laughs>。 だからもし本当に膝を痛めて下に落ちちゃった場合でもあれは演出ですよみたいなやっぱね差をつけていかないといけないからねみたいな言えばあれですよ <laughs> 事故を演出したいあれがいいと「座って船を漕ぐふり」の曲あるじゃんって「座って船をこぐふり」わかんないそうそうそう あれは演出です違う違うつってそういうのがいいからえごまかしが効くやつってことでしょえー、なんだろうなうーん例えば「息をする心は結構みんな揃ってるからごまかしが効かないの」多様性を認めてくれそうな曲で言えば何だろうな 例えば手話じゃあと、ね、とかも絶対ダメなんんでです振りがちゃんとあるので何がいいかなまあ無謀無謀でちょっと倒れちゃったりしたらあの倒れちゃったりしたらあの気持ちを入れすぎて失神してしまいましたって言えばいい失神で OK ですそこは。すごい失神するぐらいまで頑張りました。 無謀はちょっとそういう魂入れる感じじゃん例えば重恋とかはニコニコ笑顔でやる歌じゃん無謀はこういう感じなんかもうあのあれじゃん魂を売りながらやる歌じゃんだから融通が効きますここは無謀はスカートかないなんかこうこういうスカートをなびかせる振りがあるからね いやー難しいなーいなやむずいなーみんなとみんなと踊れる曲はなんだろうなんだろう春夏秋冬とかはだみんなできるかな途中リタイア途中リタイアしたらあのもう酸素を超えて吸引されるところまでカメラに映し出されるっていう。 酸素こうやって「しっかりして大丈夫!」って言ってマスクみたいなやつをこうやって「あー」って吸うやつとかそこまでがドキュメンタリーなんでみんなついて「レーダーをやりますよレーダーはダメですよ」あのファンの人とやったらなんかこうレーダーはこうベタベタするっていうの曲なんですけどダメですみんながやったらセクハラです <laughs> みんながメンバーになんかもうあわよくば中止ーそうなメンバーとかいるんですよなんか結構あの。 ほっぺとかに中止そうなメンバーとかいるんですけどもうみんながやったらこうなっちゃうよもうドキュメンタリー映像作ろうそう途中ではけた場合はついていきますジッパー <laughs> ジッパーはやばいファンの人とジッパーはやばいだけそんなのはダメですまあ結構リアルなところひまわりかな 風に揺れるりはこれは触るタイミングとかもないしいいんじゃないですか <laughs> 俺らのジッパー見たい見たくない <laughs> 見たくないよ。 中は CD 20万枚くらいいや CD20 万枚じゃダメです何にしようかなえっと「朝ドラ」「朝ドラ」の主演枠持ってきてください <laughs> 主演はダメとしてまあ朝ドラ枠はいるなさすがにな CD20 枚じゃダメや NHK のコネがいるんや <laughs> NHK のあれやな あ,あの朝ドラの枠をくださいそれならいいと思います「誘惑のガーター」でもいいから「誘惑のガーター」えー、ちょっとわかんないんですよね「誘惑のガーター」の曲超のがであのあれよ「アイムシュア」「アイムシュア」やったらえー、っと「アイムシュア」やったらあれだな 「アイムシュア」を一緒にやったら何だろう朝ドラのああ「アイムシュア」一緒にやったらあれっすよ CM5 社 CM5 社プラス CM5 社プラスえーっと地上波夜9時の MC1 個 MC 番組1個ですねこれで条件が成立してますよ。 お示しめしどういう歌だったか分からんけどおしめしはお示しめしはまあうーんでもああいう手よりはあれやろうなんだろうあと何があるっけ何の歌がある ?2 の <laughs> 力 <laughs> 無理じゃしょ <laughs> でお示しめし えっとガータ「アイムシュア」を3曲セットでその3曲セットでやるんだったらあのハリウッドの枠がね必要となりますねえっとあれですよなんだっけハリウッドのあの「パイレッツオブル・ブ・カブリビアン」の人トム・トム・クルーズトム・クルーズじゃないか誰だろういと並ぶぐらいの枠が必要です <laughs> うんあジョニー・デップジョニー・デップジョニー・デップだわかんないや <laughs> ジョニー・デップでしたそうですもう58分早い早いですランキング用もう13位本ーさん12位リサーチャー44さん11位ヨっしーさん 十位ユウリさん、九位アキマンさん、八位フォスターさん、七位山勝さん、六位マモルンさん、五位ジャーパングさん、四位マスオさん、三位エンちゃんさん、二位高さん、一位キヨシさん。ありがとう。バイバーイ。ありがとう。それではテリマカシ。サラママラン。分からない。<laughs> マサラササララマンマランわかんないよなんだっけサラマンマラン,ラマン,マランみたいなあったよね。テリマカシーバイバイ。